今日はこちらの、フローリさんのところで演奏させていただきます。見てお分かりのように私つくしどもはですね、フルートのみ のアンサンブルとなってまして、石原君ちょっと楽器を上げてもらっていい？こちらにありますのはコンサートフルートというのが一般的なものなんですけども、今回はそれ以外にもですね、アルトフルート、竹本さんの、そうですね、ちょっと普通のフルートよりは大きいアルトフルートと言われるものと、明らかに大きいバスフルートと言われるもの、それと、こちらで五感のような感じでですね、四文字型をしてますコントラバスフルート、合計これらを合わせまして、フルートオーケストラという形の構成で、11本、全11人で、今から約30分ほどになりますけれども、演奏会を、ミニコンサートを行いたいと思います。ではお聴きください。そちらの、楽曲をですね、つなぎ合わせたメドレー形式で、リチャード・ロジャースメドレーお聴きください。
Thank you.
どうもありがとうございました。リチャード・ロジャーズメドレーでした。次にお届けするのはですね、ちょっとクラシックに戻りまして、アベマリア、という曲です。実はアベマリアという曲はですね、非常にたくさんの方が同じ題名でですね、曲を作っています。今回お届けするのはその中で、ケシックという方がですね、作ったケシックのアベマリアです。こちらは、フルートからですね、アルトフルートおよびバスフルートコントラバスということで、完全なフルートオーケストラということの構成で、行います。ソルフルートは石原孔明、残りが、伴奏という形でお届けします。ではケシックのアベマリアです。そちらの中から出てきます、ミュージカル曲の中から何曲かメドレーで、ウエストサイドメドレーをお聴きください。
ミストサイドメドレーでした。さて次はですね、この季節12月ですので、まあこちらのフロリさんの飾り付けもそうですけど、クリスマスの雰囲気がいろいろとございます。ということでクリスマスの曲をですね、メドレーにしました。クリスマスメドレーナンバーワンというシリーズになります。こちらがですね、一応、本日プログラム上は一応最後、プログラム上は一応最後なんですけども、まあ、皆さん、お察しください。では、クリスマスメドレーナンバーワン、お届けします。Thank you.
リアリで、すみません。お約束です。アンコール曲、こちらも映画音楽ですね、よくご存知の方もいらっしゃると思います。オードリー・ヘプバーンさん主演のマイ・ヘア・レディーという映画がありました。こちらの中で一番明るい楽しい曲、踊り方そうです。お聴きください。どうもありがとうございました。浜田さん、ご視聴ありがとうございました。